ダメか。入るぞ。いける？いやー、行かないで。行けたけど。あ、すっげえなんか。あ、まあいいか。掴んでてほしいなー。掴んでてほしいなー。怖いなー。怖いなー。あ、行けてる。よし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 。あ、意外と大丈夫。はい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 。ほんで向こう岸にたどり着けって話ですな。あ、風もちょうど向こう側に吹いてるじゃないか。なんて都合がいいんだ。なんか出た。うちは来たー。うちはの使い方は知ってますよ。雑。まあ、いっか。この辺でどう？はい。じゃばーん。待ってー。はい。これでどうや。あ、いいですねー。うちは。あ。棒などにつけて、うちわ代わりに使うこともできる。なるほどね。あ、食べることもできるの？まあ、でもいっか。くっつけないとうちはなんないのか。へえ。いやー、順調ですな。ほな、えらい順調とちゃいますか。チュッチュ。チュチュゼリーを何かに使ったことある？私はない。何のために使うんだろう、チュチュゼリーって。うん、来ますか。やっと2個目だ。ああ。右手を出して。もまたらしや、また新しい能力が。てん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 。剣だ。スクラビルド。装備している武器や盾に物を一つ組み合わせて新しい武器を作ることができる。きたー。組み合わせたものは取り外せるが、外したものは失われてしまう。へー、うん、武器に新たな力を一つだけ加えることができる。オッケー。剣を抜き力を与えてみるといい、うん、力を使い、祠の作用に行くかどうだだだだだ。オッケー。組み合わせる力。インイサの祠。わあ。はい。じゃあいらない。あー、これを出しといてってことやね。キャンセルは B。 おー、優先的に、はーはー、武器が選ばれるのか。え、これで？あ、装備しないといけないの。これで？あ、勝手にこうやってくっつくのか。おー、巨岩砕きのようだ。あ、待って、ちっちゃくなった？岩。元からこの大きさ？くっついた瞬間から。おもろ。いいですなぁ。へぇ、これは。あ、ダメか。おー、ポカポカそう？違う、火炎の実。スクラビルド、
攻撃力1。おお。破裂すると熱を発する身、熱で筋肉を活性化させる成分を含むため、料理にして食すことで高温時に強力な攻撃。うん、このさ、ああなるほどね。はい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 。こういうことか。じゃあもう炎の矢いらんやん。マジか。組み合わせね。鍵きた。なるほど。じゃあこの火炎の実みたいな感じで氷の実とかがあるのかな。これこれってさこれ強いのかな。ゴロゴロいっぱいくっついちゃう。おもろいなこれ。ほほう、もう終わり？もう終わりかい？まだあるな。もう一謎。あらまあ、見たことないゴーレムちゃんじゃないですか。あ、お前もくっつけんの？おお。じゃあ決定ボタン。OK。さすがに2個目ではないか。コーナー。あっしゅ。はい。いいですね。難しいなこれな。体調ゴーレムの角、スクラビルド攻撃力、これがスクラビルドだよね。あー、スクラビルド済みの武器も武器ポーチにそのまま入るんだ。攻撃ははーん。あん。痛そう。トゲは痛そうだな。黙っておきましょう。なるほどな。楽しいぞ。操作慣れるまでが大変だわ、これ。リンク様。はい、何でしょう。私、そびえたものがあり、参りました。はあ。どうぞ、お受け取りください。泣き出し。ああ、なんだ、その。どこに装着した？ああ、よかった。腰か。バッテリー。ゴーレムから受け取った装備品。携帯しやすいようベルトなどに取り付けられる工夫がされている。はあ、バッテリー。ゾナウギアという道具を使うために必要なものでございます。
あ、ピーン。あれだな、知ってるぞ。なんかモーター的なやつでしょ。なんかおもろい組み合わせないのかな。頑張りだけ大丈夫かな大丈夫かなこれ。大丈夫かな。バンされない大丈夫かな。あ、木の板だ。ボヨーン。お、槍につけちゃったのが良くない、マジで。ボヨヨーンってなったのはこの頑張りだけのあれなのかな、効果なのかな。あーっぽいな。あ、やばい、焼けちゃった頑張りだけ。あ、ちちでしょ。やっちまったわ、マジで。よくないって。いや、まだ剣につけたんだったらね。お、太い棒。あ、太い棒ですか。なるほどな。太い棒にキノコつけたいな。ないか、キノコないか。残念だな。料理できるやん、キノコ。料理。あー、僕一緒だ。テレン。おほ、キノコどこ行った。兵隊エッジ。おー、ここで選べるこ、のわー、マジ。いやいや、それは素晴らしいアップデですね。装備すれば武器として使う。樹木の枝を持ちやすいように加工した棒を。これで、ポーチから出す。これで、ゲットしたってことか。へー、あー、めっちゃいい、それ。親切設計だ。キノコの種類いっぱいあるから楽しみだね。あ、本当に？え、ちょっと待って、ゴーゴータケとかさ、つけたらすごいことになるんちゃう。じゃあやってみたくなっちゃったじゃん。ゴーゴータケ。3本あるよ、だって。あーあー、でもやっぱ槍がいいな。あ、でもこれはこれでこれはこれでだな。あ、これは明かり花。洞窟や井戸に生える明かり花と呼ばれる花の種。衝撃を与えると即座に花開き、その場に根を張る。光るの。へえ。じゃあじゃあじゃあ、そしたら、あ、へえ、かわいい。え、取れるの。あ、取れないんだ。あ、あ、あ、目玉きた。矢につけると常に相手を見据えるその瞳の力で狙った対象を追尾していく能力を与える。きたー、これですよ。武器や矢につけると遠くまで飛ばすことができる。ポー、もう一体いる、もう一体いる。ボヨーン。うわ、なんだあいつ。
おお、なに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 。どれだっけ。ああ。まあ、古びたから行くか。なんなん、あ。迷いの落とし物。洞窟に生息する迷いが落とした不思議な結晶、神秘的な淡い輝きを覆っており放っており、見つめているともっと集めたくなりそうだ。なんだこれ。ヒューチーシーナイス。おほーん、巨大な明かり花の種。洞窟で長年月をかけて成長した明かり花の種。衝撃を受けるとその場に根を張り大きな花を開く。とても明るい光で一帯を照らす。うん、壊せそうですね。壊せないかな。お、壊せる。おー、いいね。あ、これ。なるほどね。スクラビルド済みだと。ダメなのか。やべえ。壊しちゃった。常にスクラビルドしとけって話やな。はい、なに。おお、ついに、ついに半裸からさらば。あー、やっぱり半裸。それでも出たよー。あ、そこに行きたいんですわ。あ、こんにちは。うん、初めに作られたのは執事ゴーレムだった。その後役割に応じて様々なゴーレムが作られていったのだ。調理ゴーレムや大工ゴーレム、今では何種類ものゴーレムが稼働している。彼らは我々より知識を蓄えている場合もあって、こちらがいろいろと教えてもらうこともあったんだ。へえ。うん、キデンも彼らと積極的に話すといい。知らないことをいろいろと教えてくれるだろう。知ってますよ。扇風機動かせるんでしょう。立ち往生しています。本来なら向こう岸へ資源を運搬しているところなのですが、ゾナウギアが無事だったのが不幸中の幸いです。ゾナウギアはご存知ないようですね。この地は羊品です。ぜひ説明をお聞きください。この緑色のものがゾナウギアと呼ばれるものでございます。例えばこれは扇風機。叩くと起動し、いつでも風を作り出せるのです。この世に大変な便利なので、我々は用途に応じて様々なゾナウギアを活用しているのです。エネルギーが不可欠。バッテリーが必要です。あなた様はすでにお持ちのようですね。うん。なるほど。エネルギーはゾナウギアを使わない限り自動補充されますが、うん。使用中にエネルギー切れとならぬようご利用は計画的にどうぞ。いろいろ説明しましたが、今の我々に必要なのはイカだ。ゾナウギアは大変便利ですが、使いこなすには様々な工夫が必要なのです。はいはいはい。ほんで、イカダが壊れてしまってどうにもならず一時休息中です。休息する時の形かわいいね。あ、でもおんなじことかな、言ってるの。しゃあねえな、俺様のパワーで。違う。こうだな。これは大切な部品ですから、使うのは岸辺に落ちてるのを使ってください。すみません。
すいません、こっち、こっちね、オッケー、ごめんね。みんな、それを、それを直してくれよっていう話じゃないのかね。向こう側になんかあるんだよな。大きい木だ。大きい木だ。木か。木だと思うの。うわ、上昇気流。コルグか。コルグだ。モックリンかと思ってびっくりしちゃったよ。君、僕が見えるの。僕はコルグ、森の妖精さ。僕に会ったらこれ渡しといて、返しといて。今回コルグあるのか。今回もあるのか、コログ。大変なことになりそうだぜ。どうやってバッテリー使うんですか。またここに戻ってくるのかな。話聞いてない、マジ。叩くことで、はい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 、わかりました。そんな乱暴なことしていいんですね。では。おーおー、推進力。できたー。バッテリーは勝手に溜まっていくって言ってたよな。ピコピン。オッケー。縦につけるか。でかっ。でっか、このキノコ。そういえばさ、前作はさ、重いもの、重いものをさ、ぶつけたりすると、ダメージが入ってたけど、今作もできるのかな。あー、ダメなんかな。いて、ダメそうだ。あ、ていうか痛かった、だいぶ。やばい、投げちゃう。投げないで、投げないで。投げちゃった。危ねえ。はい。はい。あ、あやられた。やらかし。ガードしてたんだけどな。やられちゃった。あー、ちょ、ちょ。あーはははパリしたかった。
パリーしたかったんだ僕は。お。はい。まあ一体ずつやればね。フクロウみたいだよね。宝箱の形状が。さあトロッコをきっとこの扇風機で動かすみたいな感じなんだろうけど。発見！採掘の洞窟。あら怖や。真っ暗だ。あー取ったらダメ？取らない方がいい。素材とかがいっぱい落ちてるのかなと思ってそのまんま行こうかなって思ってたけど。え？まさか。トロッコつけられんの。なんでもありじゃんマジで。いいんだ。いけー。いいね。あ怖い。え？え？トロッコいらんかもな。うわー気持ち悪い。私こういう形状の穴開いてる岩嫌いなんだな。気持ち悪いわこの岩。嫌いかも。あのアウターワイルズでもこういう岩出てきててダメだったもんな。ゾナニウム、あーやだ気持ち悪い。すげえ鳥肌立ってるもん今。嫌だーって。じゃ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 あん。あ、ゾナニウムいっぱいある。やだ気持ち悪い。壊すけど。気持ち悪いよこの岩。なるほどな。うわーすげえ。依存してるの。あおっと。おっとダメですか。それはこれから私が精霊遺伝するゾナニウムです。持っていかれては困ります。すいません。先ほど申し上げたゾナニウムとはこちら、遥か地の底で採掘される特殊な鉱石です。この島でもこの洞窟でのみわずかに採石が可能でございます。これを精錬し他の素材に作り変えることで、発展した。精錬とはゾナニウムを炉で溶かし用途に応じた素材に加工することです。ちょうど今精錬した素材が出来上がります。おお。精錬でできた素材の説明をしますと、おお、ゾナウエネルギー、ゾナウエネルギーの結晶。このようにゾナニウムを別の性質を持つ素材へ変換するのが洗礼。ゾナウエネルギー？動力ね。バッテリーの残量を回復することができる。はあ。ゾナウエネルギーを固めて閉じ込めたもの。うん。あー交換5個。今何個持ってん？32個か。いいんじゃない。
え、ゾナオエネルギーはいっぱい持ってるよね。トロッコ乗り場でございます。発掘した資源を運び出すならこちらからどうぞ。もしあなた様もゾナオカプセルをお忘れですか？知らーん。というよりもそもそも知らないご様子？ゾナオカプセルはカプセルに入った持ち運びに便利な携帯型のゾナオギアです。お持ちでないようですね。予備をいくつか融通いたしましょう。え、ありがとう。差し上げたのは扇風機。いつでも取り出せます。いただけば風を起こせます。ゾナオギアには様々な種類があり便利ですので、私は常に携行し使い分けています。ですが、携行を忘れるものも多く、私が見張っているのです。はーい。一度ポーチから取り出したゾナオカプセルは元に戻せません。そっかー。よし、行けー。おー、どこに行くんだ、これ。おお。あ、ラウル。あ、ちょっと待って。あれ何？ガチャあるけど。ついに。ゼルダの世界にもガチャ導入ですか？課金制ですかね？オーブはいくつ必要ですか？ゾナウギア製造機の稼働を確認。本日のゾナウカプセル製造目標達成の見込み。いや、ゾナウギア製造機をご利用ですか？私はおおむね目標を達成しましたので、どうぞご自由にお使いください。何それ。ゴーレムの角やゾナウエネルギーを使う。ゾナーカプセルはさっき言ってたよね。ほう。ここに入れりゃいいのか。なんでもいいのかな。コログの声がしたけど無視。入れる。おお。何ができるのかお楽しみか。わ、めっちゃいっぱい出てきた。携帯鍋。料理ができる。扇風機。これは？下流の頭。前方に炎を放出するゾナギア。もともとは魔物から身を守るための護身用に使われていた。へぇー。マジでガチャじゃん。あ。10連で SSR 確定。何が SSR なんだろう。これちょっとやりたくなっちゃうなぁ。ガチャは。これレアじゃねみたいなのあんのかな、やっぱり。どこにいるの。あそこね。OK。OK。今回はトロッコ使えるから、そんなに苦戦しなさそうだぞ。くっついとけ。乗っとくか。いや、あっちも行きたいんだよな。くっついときな。とりあえず。あ、ポカポカだけ。ポカポカそうのみ。そっか、だけはあれか。キノコか。発見。剣穴の洞窟。縦穴の洞窟かな。極寒の雪山。あらー、過酷な環境では準備不足が命取りになってます。なるます。うんうん。体が温まる料理。オッケー。あ、斜めでもいけるわ。どうなる。
待て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 危な。はい、これでいいか。いいんだ、もう一生取れない。あ、取られた。あー、またポーチ集められるのかな。ボックリンがいるのかな。ほい、おー、バッテリーも、あれあれー、あぶね。あれ？どうしたらいいの？いけないやん。歩いていくんか？絶対無理。このレールを持ってくるとかではない。久しぶりに君の出番ということですか。あそこに着くんだ。はいはいはい、なるほどね。あー、危うく歩いていくところだったぜ。どうよ、こっち立ってるよね。おー、こりゃうまい。なるほどな、何かいいものがあるだろう。鍋、鍋か、鍋か。あーあー、天才だー。ああ、戻んのめんどくさいなーって思ってたけど、戻らないで。待って、カブトムシいる、黄金のカブトムシいる、クワガタかも、カブトだー。頑張りカブト、ゲットだぜ。頑張りバットもゲットだぜ。いっぱい入れればなんとかなるよ。10分いいやん。はい、あ、今リンクふん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 って、エポナの歌？エポナじゃないか。なんだっけ？トン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 。この曲歌ってなかった今。ふん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 。食べる。タン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 。エポナは違うね。タララタララタララララ。はい。ああ、こういう時にキースの目玉を使いみたいな話なのでは？氷ずつ、あ、そういえばそうだったな、忘れてた。すげえな、火吹いてたな。あ、
オッケー。うー、あぶねぶね。おー、振ったら出んの。あ、出るな。あ、エネルギーが必要。はいはいはい。あ、でも割とすぐに。おー、燃えちゃう燃えちゃう。発見！底抜け洞窟。え、嫌な名前してるね。爆弾花。うわー、え、今作爆弾花なの？火薬によく似た成分を含んだ花。衝撃を与えたり火をつけたりすると周囲を巻き込んで爆発する。うわー、なんか時のオカリナ。時のオカリナもそうじゃ。あ、どうもこんにちは。かわいそう。あいつなんかあんのかな。前作ではルピー出してたよね確か。気持ち悪いのいるまあきっと投げるってどうやるんだ。キモ。ああ、これを出しといて。そういうことか。うわー、気持ち悪いトゲで。もう一回来い。食べらんないの？やばー。え、食べらんなかった？食べらんなくなっちゃった？あ、食べらんなくなっちゃった。どうしよっか。もうちょっと近く、もうちょっと近くにしよっか。あっ！あ、やっぱ。攻撃入らないっぽいな。もうちょっと近くに置いとくね。じゃあ、はい、これでどう？これならいける？よしよしよし。行くの？気持ち悪い！うわぁ、宝箱だ。よっ。オパールかい。ライクライク。ライクライクっていうのか。遺跡？体液が結晶化してできた石で、その成分は薬の材料になる。キモ。ちょっとデザインが気持ち悪すぎたな。ブヨブヨしてて。まあ、ブヨブヨするのは、あ、ブヨブヨするのはまだ許せるんだけど、その玉のやつ。リーチ短いの？リーチ短いかもね君ね。あれ？ちょっと伸びた。この辺かい？よし。これでさ、まあ、いっか。あ、壊れちゃう。壊れちゃった。
あ、でも爆弾使わなくてもこれで倒せそうだな。もう一回言って。ギュンって。ギュンってそう。あー、これでいいんだ。この子、この子。なるほど。それでもいけるのね。ほっ。爆弾食わせてもいいし、弓矢でスタンしてもいいし、ですな。気持ち悪い、マジ。お、頭いいね。なるほどね。いろいろこういう、あー、なん、寒いねー。寒いねー。だんだんこうやっていろんなことを覚えていくんですね。あー、さすがに立てかけてこいつをよじ登っていけばって思ってるんだけど、いけるじゃん。いけるじゃん。はい、来たー、天才。よし、これで最後の祠いけるじゃん。いいねー。あ、なんかここもなんかいけそうじゃない？いけそうだよね。取ってこようか。はっ。こっちの方がいかないか。いかないで、あ、危な。はっ。感じでどう？はっはっはっ、よし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 。いいね。なんでしょうか。防寒着、古びた防寒着。これでポカポカしなくても良いのか？良いかも。しかもあれじゃない？雪の上でも速度が、あー、減らないわけではないか。そうか。上になんかあるだろう。よっ。コログだ。コログだなー。やはり。惜しいね。はい、どうも。あっへ、よっしゃー、これで最後だー。グタンバチの祠。おー、グタンバチ、すごい単語っぽい。ここがワープゾーンっぽいよね。ずっとキノコ背負ってる。いやでも本当に正しい想定されている攻略の仕方なのかはわからないよね。あ、あれか。通れるふー。ドラえもんの秘密道具みたいなやつだ。
真上へ飛び上がり天井を通り抜けて地表に移動することが、うん、通れるふうん、オッケー、登り上がる力、こういうところだね。結構かっけー。飛び上がる。はい、出る。あ、びっくりした。頭ゴチンってなったんかと思った。これ普通に、あ、何もないとダメなのか。あ、あ、なるほどね。ゴチンどうなってるんだ。あれ、出ないっていう選択肢はあんのかな。ナイス。変だよな。おじん戻る。あ、戻るもできるのか。へえ、気持ち悪いな。あ、出るけど。あ、通れルーフ使ってるときはまさか時間が止まる。これ、これつけたらどうなるの。わかんないや。おー、ゴーレムと戦うときあの曲になるのかな。樽はダメなんだ。通れる。お、お、どうなるどうなる。宝箱。もうこんな能力ゲットしたらもう、はいはいはい、なんでもありやんな。はい、うん、あー、はいはいはい、出る。わー、面白い。オッケー。いや、便利すぎる。ラララララーン。これで時の神殿いける？これでだいぶ便利になったんちゃうの？パラセールくれません。うん、今なら拒絶された時の神殿の扉も開くだろう。ほう、まっすぐ行けるな、これは。行け。違う。じゃあもう、え、なんで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 、あれあれ、なんで向こう側に行きゃいいのか。あれ、私のはしごは、私のはしご木じゃなくて、あーは、あ、これでいけるのか。理解。そっか、これでいけるじゃん。メリメリ。
あ、じゃあここもこれでいけたじゃん。理解、あ、非常に、なんかパラセールみたいなの何かがある。なんだろう。よいしょ、出る。なんだなんだ。でもこれはガチャだよ。めっちゃ出た。これか。風を受けて揚力を発生させるゾナウギア。遠くまで飛ぶには翼の中心に乗ってうまく左右のバランスを取る必要がある。難しいな。え、1個しか出なかったんだか。こうね。ああ楽。すげー。お、いっぱいあるやん。なんやなんや。もうすぐ飛び立ちそうなやつ。いきます？よっ。ああ、心の準備が、あ、すごっ。あそこにもちょっと行ってみたいかもしれない。あ、ここがいいかも。こうすると、あーあーああ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 あ。ゾナウギアに殺されたんだけど。ちょっと難しいじゃん。どうやって降りんだよあれ。飛び方も知らないし降り方も知らないんですけど。さあ、結構助走があるからいいんじゃない。いけー。怖すぎ。え、どうしよう。え、どうしよう。こんな感じでどう？お！おー！なるほど。取れました。なんか、この扉、あれみたいだよね。エヴァとか。あと、ハガレンの扉みたいだよな。この扉にもなんか意味あるんだろうな、模様というか。開いたー、コンプリート。ここにゼルダ姫います。マガタマ、マガタマありますな。キラ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 。浮いてる。なんか服も変わってる。
キノコ気になるな。あ、涙マーク。書いてある、長玉に書いてあったマークか。あ、セルザキノコでか。戻れ子、指定したものの移動を逆再生して元の位置まで戻すことができる。うん。戻れ子。そしてゼルダ殿は消えてしまった。うん。何が起こったのか私にもわからないが、今のは彼女の強い残留思念のようなものか。うん。記念が受け取ったその力、きっと何か意味があるに違いない。まあね。おう、はい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 、理解理解。まあ、一旦ちょっと見るだけ見て。何でもないね。何もないね。オッケーオッケー、戻ってみな。はい、解除。あ、もうすぐ。あーはん、すぐ使えるのか。クールタイムがないぞ。女神様や。女神様。ああ、五光が。終わりー。何ー。な、ちょっと光って終わり。うっすらと笑みをたたえている。そっか。女神様。戻れ子できないか。縦書きだと一気にアジアン味が感じるね。開けんの？ダメそう。ベボン。この扉、生命力が試される扉。もう生命力ないです僕。うん、衰弱した今の貴殿の体では少々心もとないのだ。そうだ、この島にはもう一つ祠がある。そこで祝福を得れば悪いわ。あと一個ね。ああ。これを集め、女神に捧げることでなんとかなるかもしれない。まあ、確かに3つしかないかな。うん、おお。はい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 。いつでもワープになった。残る祠に行ってみるといい。おお。ありがたい。あ、回復した。ちなみにここにもワープしてほしいんだけど。
プルアパッ、プルアパッド、こっちか。マップ、おお、待って、アルバム、あ、ゼルダが写真撮ってたの残ってるじゃん。あー、リンクいる。なんか使うんかな、これ。